はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。相変わらずね、昨日と同じ混合地下なんですけど、多分この試合はポリッツを投げないとダメかな、割と。で、ホーは多分投げたい。ナットプラスイベルにまあまあ強いから欲しくて、まあそうなるとミトムを誰で見るかって話で、トドン投げる話も全然なくはないんだけど、割と雰囲気でなんとかしたいな。孤立法ダイナかといってじゃあ投げるかって言われると、どっちかっていうとね、僕メタモン欲しいかな。メタモンコピーされて困ることないから、そんなにそこは気にしなくてよくて、ネックロに対してはまあポリッツが割と強めではあるが、岩技持ってて竜舞された時がちょっと重たいかな、先に展開されると。で、相手マンムから投げれば絶対先展開できるから、それ考えると僕ポリッツが多分入るしかなくて、裏に方はまあ確定かな。イベル考えてもナット考えても、まあ本当は無限ダイナまでいると非常にイベルタに対して手厚くていいんだけど、まあそっちでいくか。で、マンムはポリツ見なきゃいけないから、ネクロまで考えるとポリツが若干忙しめかなと、忙しめかな、などという感じですかね。マンムから来る、マンムに言うとね、あの王とかダイヤに先に展開されないっていうメリットは非常に生きると思うんですが、まあこれだよね、乱動から入っても解決になってないから、この戦術でよくて、まあステロとガンプーでうんターンしてくる感じかな。イカ様見せなくていいかな、レイビからで。特にイカ様見せる理由はなくて、まあ引き裂きネクロ、ネクロ直引きなんだ。まあここ処理できたら最悪あるかな、ダイマックス切ってマンム処理しに行っていいか、早くなるポケモンじゃないからそこはそれで問題なさそうで、多分待ってくるかな、まあ、素直にイカ様をしに、てかこれだったらイカ様から入りたかったけど、なんかちょっとまずいの飛んできたな、なんかちょっとまずいの飛んできたな。すーげえまずい技飛んできた、これどうすっかな、鉄壁でしょ、まひらせちゃう方が多分強いかな。鉄壁瞑想、なんかとんでもないとんでもないポケモン作ったな、こいつ。これ割とめんどくさくて、まあまひらすと多分全部解決するんだけど、どうですかね、そう簡単にはしびれないと。いやこれね、割とね、真面目にまひらせないと多分足場飛んできてえぐいことになるでしょ。メソニカイ、まあ限界まで積むのかな、限界まで積む理由ないけどな、普通に多分どっかで殴った方が強いんだけど、ちょっとまひって OK、 まあ2回打ってるしこれぐらいは。で、ここなんですよね、まあこういうやつにはこの方が強いので、こことりあえずなんか甘い手を打ってくれないかな。まあ引っても全然いい、 OK、 超でかい、まあ、ダンパンで回復されちゃうのは致し方なしということで、ダイマックス考えると相手回復技一回押したいんじゃないかな、バーンとかアースとかね、割とめんどくさそうだけど、あー OK、 回復技一回挟んでくれる、これでとりあえずこのキューバはしのげた。できればここあと動かないでほしいんだよな。 OK、 超でかい、すごい良すぎる、帰れ帰れマジで。で、まあ、マンムー来て1000円打てる展開でも全然いいんだけど、マンムーか、ここを1000円一回押せるのでかいな。タスキとりあえず潰せるから、で薬刀をタスキ貫通するから
最強になれて、とんでもない狂気持ったわ。とんでもない技飛んできたわ。一番思っても見ないものが出てこんでたね。あ、ちょっと硬いんだ。燃えない。まあ飛んできて弱技だよね。ダイナ引いてマジフルってもいいけどな。ラスト考えたときに強いのはダイナ引きか。つぶては多分そんなに問題になるダメージじゃない。相手も引いてる。イベル、これでかいな。ここ合わせれたの超でかいな。で、あのネクロさ、僕多分無限ダイナでもいけると思ってるんだけど、技構成多分貧弱で、メイソワルトで足パって、鉄壁でしょ？多分めちゃくちゃ貧弱なんだよな。ここ取れる上からマジフレ通ると、ダイマックスされても何されてもめちゃくちゃ処理楽になるから、一回行きたい。オッケー。あとはこのダイマックスさえいなせれば勝ちかな。まあここはジェットが飛んでくるターンで、アークから来るんだったら、まあそれ、もう一ターンジェットが飛んでくると一番楽なんだけど、まあ、とりあえず C 下げれるだけでも、12分で、物理だったら、鳳凰も、無限ダイナもイベルタリーには強い。あ、オッケーだね。まあ、ただ僕と1体金なきゃダメかな。マンムーが相当虫の一気まで削れているから。まあ、ダイマックス切れてから、ポリゴン2経由してから、で、まあ、3体残しながら多分ダイナか鳳凰が万年帰ってこれるから、それで割ととどめになってるかな。ダイマックスさえ3ターン頑張ってやる感じだから、そんなに少ないと思って。強すぎだろお前。なんでこんなこいつ強いの。どうなってるんですか。特化だなこれ。 C 下げててこの火力ってさ、やばくない。もしかして物理、いや物理だったらすでにこんなに入んないと思うんだよな。なんかいくらなんでも強い気がするけどね、ちょっと。で、ジェットは同じでしょ。ほぼジェットと同じぐらいになるのかな、が。そう考えると、オッケーなはずで。てか C1 個下がっててもこんな食らうか。ここまで強いと思わなかったなぁ。アーク、まあ、最悪鳳凰でこっからまくるしかないか。まあ、1体失うと負けなため。いやでこれまずいな、相手早くなってるよな、よく考えたら。まあ鳳凰戻して、え、なんかするしかないか。てかダイナ鳳凰って言ってイベル1体に破壊されるのちょっと、あ、物理か、そうだよね、妙に強いと思ったら。マジフレ全然影響してないなって思ったんだけどさ、まあ、それならポリッツだね。なんだかんだ言ってね、このイベルにケアが効くのと、あのクロバデレックスランドロスっていう異色の範囲を持つね、こいつ面白いんだよね。ダークオーラー、このトレーサー別にいいんだけど、まあ、ランドロスにね、あの後投げしてイカ様が威嚇が入るっていうだけで十分なポケモンのため、玉だね入る、ダブルウィングイカ様アット2だね。とりあえず1回再生。あー、そうですか、そうですか。ここで11交換して、いやでもあのネクロ多分やばくないんだよな。でダイナで一応マンムーン見れるから、鳳凰で変にマンムーンに着地とかされない限りは問題ないかな。霊美打つのが多分いいかな。火力的に霊美だよね。ああ、削りに行こう。ここ引いてくれるのは割と僕まだ未来ある。
まずいのはこうマンムーに釣られることか。マンムーに釣られた場合だよな。多分僕ネクロが突破できずに負けるから、孤立戻して、いやーちょっとマンムーはきついけど、まあ岩技のタイミングでネクロ着地、あー違う、ダイヤ着地してマジフレ打ちに行けば一回再生できるか。メソン、メソン、メソン、ほうね、僕再生したいんだよな、割と身代わりもしたいんだけど、再生してマンムー来た場合だよね、嫌なのは。ダイヤが出しにくいな、これきつくても一回身代わり張んなきゃダメなんだよな、多分。どんなにきつくてもこう身代わりを押さなきゃ負けるな。うん、まあ多分殴ってから効くかな、それは。ああ、これは大丈夫と、これ再生押す余裕ができたため、なんだかんださ僕マヒラスってさ回復するポケモンで身代わりしてる瞬間好きなんだよね。やられるの嫌いだからこういう方法を使ってるんだけど、やられた時に仕返しできるように僕がそれをやるのは非常に好きで、そう一回積んでるかさすがに落ちるか、割れない、ゴッドだね。これならお付き合いして殴り合ってもいいけどな。 OK 済ませたね、いいね。まあ試合時間ちょっと10分ちょっとだけど、1試合で終わります。お疲れ様でした。